え、どうもえ暑、ー、すぎる星で生きている住人の一人です。よろしくお願いします。えー、非常にヤバいです。現在7月の28日という。 ことになっております、えー、1時ぐらいに撮ってますけど20時ぐらいに配信されるという、えー、そんなラジオ番組ですね「前坂チャンネルのパーサーカートーク第」第、えー、30回に、えー、なるでしょうか相変わらず、えー、やってはいるんですけどもちょっともう地球環境が相変わらずじゃない感じになってませんか。暑、えー、暑すぎますすすすぎぎまま今月死にそうです、えー、連日 外でアルバイトしてます。えー、野球場のキッチンカーで唐、えー、揚げを揚げています。フライヤーの目の前で熱されています。えー、やばいです。もう、本当に、えー、皆さんもやばいと思います。この気温、本当に生きてるだけで、一旦、オッケーじゃないですか。これは、熱中症に気をつけて生活をして、で結果、熱中症にならなければ、えー、もう合格でいいんじゃないですか。もう、今日一日は、もう。 無事生き延びたなっていうそういうい考えでいいと思いますもう本当にえー、なんか12万年ぶりの暑さらしいですこの暑さがあ12万年ぶりです、えー、地球の西暦地球の西暦人間の西暦2023年です今現在で12万年ぶりですはいあのー、ですのでえー、おそらく イエス様もイエスキリストも体験したことがないのではないかというわ、えー、かんねえなでもイエスキリストがいつ生まれていつ死んだかとかそんなよく知らないですけどもあのー、そういうやばい暑さなんで、えー、もう体を壊さなきゃ OK っていう、えー、そういう考えでいいんじゃないですかうん一旦耐えましょうよ、うん、耐える時期ですよね、うん、頑張れる時に頑張ったらいいんだから今はもう身を自分の身の安全健康を守る ことだけに集中するっていう、えー、そういう段階でいいんじゃないですかねうん本当にもう災害と変わりないですよこんなものねえ、ま、僕の外であれしバイトしますけど俺から <laughs> もうねあのー、まあ四連勤目ですか三、えー、日間あの乗り切ったんですけど一応三十度の超えの気温を一応体調を壊さずには乗り切ったんですけどもうなんか疲れ切っちゃってさ うん、すんげえもうすげえ寝ちゃうっていうまあ、寝ちゃうのはいつもそうなんだけど <laughs> でももう,もう今週はしょうがねえかなと思ってうんそんな気持ちで、えー、生活を、えー、送っておりますよ本当にうんやばいねなんかニュースでもいろいろ見たけどさ、うん、あのー、50度超えの地域とかがあるらしくてさそのアメリカの暑い地域だとでその転ん道で転んだだけで その地面の熱で大火傷したみたいな <laughs> 信じられますか、ね、うなんかこう赤道直下の、ね、国だとよく、ね、車のハンドルが、ね、車内で、ね、車日陰じゃないところに置いてたらハンドルが溶けてしまったとかさあと山火事がどうのとかさ聞きますけども、ね、その転んでやけどしたっていうね。 本当にやばいんですよそれほどじゃないにせよ34度5度ぐらいまでいくわけでしょちょっとした体温なわけですからあそれはねもうだから、ね、低体温の人ぐらいの体、まあ、36度ぐらいいってるいくこともあるか最高ねそれやばいですからあもうもう本当にただ気をつければいいもうやばいもうね頭おかしくなっちゃうみんなあ頭 おかしいだろうしになってますから。うん。物騒な事件もありましたね。なんかあの仙台のパチンコ屋さんでなんか斧、斧でなんかあのぶったたいたみたいなその男性が男性をぶったたいたややからがいるみたいな。うん。なんかこうパチンコは許せないみたいな世界社会の悪だみたいな。えー ことを主張して、もう見ず知らずの。パチンコを遊戯してる人を、斧で。攻撃したっていうね。うん。まあ、そのパチンコの良し悪しについては、この際言わんけど。何があったって、そのあんたのが <laughs>。やばいやつだよって。<laughs> ね。そうだよ。うん。パン、二回殴るなんて、よくないぞって言いながら、一回殴ってるみたいな。 ん違う、一回殴暴力を反対って言いながら、かめはめは打ってみたいな、もう分かんない、もうこっちも暑いから、うまい <laughs>、うまい例えが浮かびませんが、うん、あなたが一番悪ですよってね、でも,もうそれもまあ暑さでね、気もおかしくなるかもしれないですけども、皆さんそこはぐっとこらえてというね、えー、気持ちでやっていきたいなというふ、ね、う、えー、に思っておりますという、えー、今日このごろでございます、はい。こんな暑い中も コメントいただきましたんでありがとうございます。まあ涼しいとこで、えー、コメントを打ってくれたと信じてますけどはい。えー、まあずんださんですね。えー、単独お疲れ様でした。えー、今月はいけませんでしたが、えー、来月は生誕祭ということで必ず行きたいと思います。というものと、えー トレインさんが、えー、単独と竹にすずめ TV お疲れ様でした、えー、単独の最初の、えー、ネタ言葉遊び大好きなので、えー、めちゃくちゃ面白かったですあと、えー、企画映像の前坂さんの顔と声が若すぎて、えー、面白かったですと、うんえー、生誕祭も楽しみにしていますということでいただきましたありがとうございます、えー、単独7月号 えー、はえはええ無事行いました。あいつでしたかね。四月二十二ですね。はい。じゃあ先週がね、まあ今週灼熱地獄ですけど、先週はライブラッシュあだったんですね。うん。えー、え十九二十とええ東京でええー、ライブに出まして、二十一日にええー、ショートネタライブというええー、事務所のライブがありまして。 で22単独やりまして、えー、23竹にすずめていく5日連続でしたねあんまりないかもしれない5日連続ライブっていうのは、えー、過去あまり、えー、経験したことないかもライブっていう点ではそうかもしれないですねいろんななんかイベントとか重なってそんぐらいお笑い系のね稼働してんなーっていう時ありましたけどでもこんだけなんだライブ単位で、えー、みっちりあるっていうのは、えー、久々かもしれないですねうん。 でまあ、あの東京でも普通にやったんですけども、あのー、20, 日か20日がな20日がのライブだったんですけどもその時が会場がなんか板橋区の大山っていうところで,でそ,のその日一緒に出演する「ニジラブ大 l o とあと秋田井、ねあのーまあ、仙台でやってた仲間と、まあ、早めに集まってちょっとご飯とか行ったりして時間潰してたんですよ早めに。ちちょっっっと早すぎてて時間余っちゃって、えー ふら,ふらしなが会その大山の何て言うんですかね会館というかなんかデカ公民館みたいなあるじゃないですか仙台でいうと戦災復興記念館みたいなそれ会館、うん、なんですけど、まあ、そこのなんか会議室というか和室みたいなところで、えー、ライブがあるんですけどもそのロビーロビーというか、えー、なんかその,そ,のその入り口のところでキッチンカーが。 ずららっってて並んでてなんんででなかそういういいイベントの日だったらしいんですよねだから甘いものも食いたいなっつってその日もまあキックが暑かったんで東京はねだからなんかクレープでも、えー、買ってでも暑いしなと思ったらその中のロビーが実はその飲食できる開放日みたいになっててでおいいじゃんっつって、えー、そこで座ってたんですけど東京って基本的にやっぱどこにね行くにもお金かかるじゃないですかその もう街中だったらさもう存在するのにお金がかかるというかさ <laughs> ねえ席トイレとかもさ飲食店に1回入んないと入れないみたいなあー場,場所が多いじゃないですか基本的には。で探すのも大変でみたいなね、えー、どこも混雑してるしみたいな,、えー、な中そのあのー、施設のロビーがここガラ空きだったんですよ。 こんな暑い日に中はねある程度、えー、涼しくも冷房もなってるしでクレープ食べながらなんかねいいソファーみたいなソファーみたいなのもあったからどっかり荷物も置いてね深く座って最高だなみたいな話して「えなんでこんな空いてんの?」みたいなこんないい場所こんな暑さしのげてね食べ物を食べてよくて。 なんでこんな誰も利用者いねえんだと思ったら普通に平日の昼間だったんですね。はい。<laughs> 平日の昼間でしたわ。うーん、<laughs> お母さんと子供とかしかいなかったですね。<laughs> 土日にサブそれやってたらもうちょっと来てたんだと思うはい。<laughs> 平日の昼間に暇してなんか区の施設を利用してるね。 あのー、20代男3人組なんてそういないわなうん本当に何か芸人若手芸人ぐらいだなみたいな <laughs>、ね、感じの一幕だったなと思ってね、うん、ちょっとそれが <laughs> 面白かったなっていうのが印象的まあライブはライブでもちろん毎回えーね、いい研究させてもらってるんですけどもなかなかこう東京の芸人さんね、えー、話す機会 話す機会というかなんかこっちから話しかけなきゃいけないんでしょうけどこっちから話しかけるのもなんか俺なんかがね話しかけて向こうにメリットあんのかいなとか思っちゃうししかもなんかたまに声かけてもらえるんですけど結局俺もそんなねそ,そんな陽気にね喋れるわけでもないというかね陽気というかそのテンションが分かんないですよね。 仙台だともうみんなファミリーっていう認識でいるので僕は先輩も後輩も、まあ、それぞれ同期もいますけどなんかまあなんか一体感があるんですよ仙台に来て来た人東京から仙台に来た人とかも結構話せるんですけどなんかこう自分がわざわざ東京から仙台え仙台から東京行ってってなった時のそのスタンスが分かんなくてうんなんかこう難しいなと思ってね。 うんまあ、それでもちょっとずつ皆さん優しいですのでね、えー、ちょっとずつこうコミュニケーション取れるようになっては来てるんですけどちょっと難しいなっていう、ねえー、ふうには思ってますちょっと練習というかね、えー、自分から話しかける訓練をしようかななんていう、ね、明智なんかとそういう話をしたんですけど、うん、ちょっと1回のライブで何人話しかけれるかみたいな目標数値設定をして、えー、やっていくのがいいんじゃないかみたいな話をしてねうん。 結局一番大事ですからこの人とうまくやる能力というのはね、えー、人間にとってこれなんだろう人間のその仕事的なスキルの中で一番普遍的で万能で必要不可欠ですよねそのコミュニケーション能力対人関係っていうのは、うん、接客じゃない仕事でもそのねええー、人とねその同じ従業員との仕事のね連絡とかあるしさ あと一人で黙々とやる小説からってそういう担当の人とのコミュニケーションとかさ結局そう,いうそういうことになりますからやっぱり一番普遍的で重要でっていうところがやっぱり足りてない部分がありますんでね僕はねえというふうに思いますあまりこう芸人でコミ力がどうこうみたいな <laughs> いかがなものかと思うんですけどえそんなふうにえ思ったっていうところがまあ東京のライブがありましてで21がショートネタライブっていうのがあったんですけど まあ、ショートネタライブとあとあのクイズ大会みたいのをやりましてで、まあ、芸人は4組してたん,んですけど僕と面白しビッく高校生と、えー、不安ガールさんとチョムさんと明智と5人だったんですけどそこでまあショートネタもう30秒以内、うん、1分もない30秒以内まあ今多いんでそういうネタ30秒とかもう瞬間芸みたいな TikTok サイズで見れるぐらいのやつがテレビでも結構 ね、多いんでそれ対策をやろうっていうのと、えー、それだけだったら時間的にもっていうのもあってクイズ大会なんかあのうちの社長がね、えー、クイズノックも使ってる高性能なクイズ機があるんですよ早押しボタンが、えー、それ持ってるけどまだ一度も使えてないと、ね、これ面白いと思って買ったけどそれを使う企画が今なかったってことで今回やろうってことで クイズ大会、まあ、5人いるんで芸人がねでクイズ機4台あるんですよで1人出題者で出題者がピンポンブーブーブー押せる機会なんですけどの前に立ってであのー、なんかその場でまあ適当なクイズもう、まあ、本当に適当なクイズですで日本で一番高い山は何でしょうみたいなことに対してえー、出演者がまあ普通に答えないっていう。 <laughs> お大喜利クイズみたいな名前をけたんですけど、うん、なんかそれに対して日本で一番高い山は何でしょうみたいなので岩木山って答えたりとかね、あのー、おっぱい叶姉妹のおっぱいみたいなあ <laughs> わからないけどそう,そういうのはなかったですけど一例ですけどもなんかそういう,こうボケをこうしていくみたいな、えー、のがあってそれがマジで死ぬほど楽しかったです。はい でもアーカイブとかで見れないと思うんで、現地で見てくれた人とインスタライブ、インライ,インスタ、引来、縮めてインライ,インスタライブでもやってたんですけど、あのー、マジで、ちょっと楽しかったなマジで、なんか見てくれてる人もどのくらい楽しかったかなっていう、でも結構なんか、会場では受けていたので、よか、まあ見やすさはあったと思います、クイズの聞で、やる側がマジで楽しすぎて。あの、一個、あのピンポーンと、 あのピンポンポってあの、ね、回答者のピンポンってボ押しボタンとピンポンピンポンピンポンの正解とブブーっていうあの3つの音がテンポよくこう差し込まれるだけでああも見やすくなるんだなと思ってあれびっくりしましたねうん多分あの機械なしでな挙手制でであの出題者が「正解ブブー 違いますっていうのも、まあそれはそれでなんですけど、多分見やすさが格段に違ってきたと思いますね。うん。なんか、あの機会気持ちよすぎて、それを理由にクイズ番組出たいわって思ったわ。クイズ番組出たいなんてこと一度も思ったことなかったんですけど、それを理由にちょっと出てみたくなったぐらい。<laughs> あの企画を今後、 使ったものをやってみたいなと思うぐらいなんか楽しかったんでなんかどっかの機会でねまたやれたらいいなというふうに思いましたなんかそういう競技あってもいいかもしれないですね大喜利クイズみたいな、うんね、一番印象に残った人が勝ちみたいな、ね、その正解数じゃなくてなんか総合的にみたいな、うん、いうふうな感じでやれればなんかすげえ楽しいんじゃねえかなってああ思っちゃったすごい印象に残りましたねうん というのがあって単独よ。うん。の流れが。東京でなんかいろいろやったりして、ねえあ、ショートネタライブと新しい試みもやって東京ですから。まあもう、まあもう各ネタ2回ぐらいしか練習してないですよ、そりゃ。そりゃあの後輩のコンビいそかんど呼んで2本ぐらいネタやってつないでもらいますよ、そりゃ。そうなりますって。<laughs> うわーねちょっと今回は過去一不安でした始まる前から本当にこう準備が、まあ、自分でライブがね立て続いでる立て込むことが分かってたんだからあのその前の週から準備しとけよって話だったんですけど、まあ、ちょこちょこやってたんですけど結局近づかないとこうスイッチが入らないと言いますかうん分があっても本当にちょっとね、えー、不安で不安でずっと磯感度の茶カに「いや今日やばいわ」 今日やばいわって言い続けてたんですけどまあまあにしてはどうにかなったというかその盛大にネタ飛ばしたりとかがなかったんでだから飛んではないかなうん多分飛んでないんでまあ良かったかなと思いますうんこからあのディティールはここから磨いていくものですからネタのねえー、そうですからねうんあと今回あのー、トレインさんも最初の ネタが良かったっったたててていう風に言ってくれてたんですけど全体的にその最初にやったネタが1本目2本目あたりにやったネタが評判良くて毎回僕の単独ライブの構成だと前半着替えがないネタをすするんですよ漫談フリップとかをやってその「前坂チャンネル」のデフォルト衣装でやれるネタを先にやってで後半マックマを挟ん企画ではコーナーで挟んで。 え幕まで挟みながら着替えが必要なコントをやっていくんで後半に続いてカオスになるんでえまあもちろん印象的に後半が残るような作りにはなってて前半割と不安だったりスロースタートなんですよでもそこなんとかしたいなと思って僕もやっぱりその生身でも受けたいなと思いましたやっぱりその素の舞台衣装の僕でも受けたいなと思ってたんですけどそれが。 今回はハマりまして、まあ、後半弱かったといえばそこまでなんですけど、ただで、前半のネタはもう、過去に比べると、非常に弱かったかなっていうものが、1本目、2本目とできたんで、そこで一番ウケました、結局ね。あんまりないですよね。1本目、2本目が一番ウケるライブっていうね。<laughs> まあまあ、コーナーが一番ウケたんですけどね、その昔の映像クイズみたいな。 前坂チャンネルのね、えー、これ前坂チャンネルで、えー、バーサカトーク流れてますけどこれをずーっと下に下がってもらってあずーっと下に下がる必要がないんですよなんかあの YouTube の古い順って復活しましたねあれあれ困った結構前になんかなくなりましたもんね古い順なくなってうわーっと思ってたんですけど今使えるようになったんで古い順を押してもらってそ,そこの辺の近辺の動画を、えー、みんなと一緒にこうモニターで見てで途中で止めて この後何があったでしょうって、あのー、ありましたよね。カラクリテレビみたいな <laughs>。あの、サンマのスーパーカラクリテレビみたいな感じですよね。VTR V 見て、この後何,何が起きたでしょうなんて言ったでしょうっていうクイズ。うん、みたいなやつを、えー、やり、やりました。はい。が、まあ、あすごく良かったですね。なんか、一応、いつだそ ?5、6年前ぐらいの映像が多かったんで、 えっとですね、大学3年生から4年生にかけてぐらいの映像が多かったんですよ。仙台でお笑い始める間近から始めたてぐらいの、えー、時期のあ僕が多かったんですけど22とか21、えー、2とかの21、2、3とかの、うん、あたりだったんですけどなんか非常にあ,あ抜けてなかったですね。うん なんかそれ以上の時の流れを感じるとか、なんかもうワンチャン高校生みたいなあー感じでしたから、なんか今だいぶ擦れたなと思いますね、こう見るとね。はい。<laughs> うなんかこう擦れ,擦れも、擦れました。うん。ね。 あそんな感じがしましたね、うん、まあでもいいんじゃないですかあそれっぽい見た目になってきたんじゃないですかね、えー、結構最初の頃はその当たり前ですけど芸人っぽくないという、えー、見た目の雰囲気がコンプレックスでありましたけども今はそう言われることも、えー、なくなりましたねあ、まあ、髪,髪長く伸ばした辺たりからですかねあっていう感じで、えー、やれてるんでね まあ、今月もね、えー、やりきることができましたんで、えー、次回が、えー、次回の日程決まってます。えー、8月の、ええー、25日、金曜日、夜7時から T ライズスペースでとなっております。えー、平日になっちゃいましたちょっといろいろありました。うん。 会場の問題とかスケジュールの問題とかいろいろありましてえ僕誕生日8月22日だったんですけどちょっとこう3日後になっちゃったんですけど一応生誕祭という形でこういうのって前にやるもんなんかな当日無理な場合って前なんかな後なんかちょっと分かんないんですけどちょっと後になってしまったということでで平日夜ということでまあ一応いきなりライブと同じねえ開始時間にしてはみたんですけど ちょっとすでにね、土日はちょっと難しいですみたいな、えー、ことも言ってる人がいたんですけども、まあまあ、ぜひ、えー、来ていただければなと思います。まあ、1時間ちょいぐらいなんで、まあね、あのー、40分ぐらい遅れてもいいですかって言われるとちょっと難しい。でも、10分、15分ぐらいでね、えー、ちょっと仕事終わりで遅れますよみたいな、全然、全然、全然、OK なんで。 全然前世から OK って僕は思っ全然前世の僕もそう言ってるので、えー、言ってるかは分かんないですけど <laughs> 大丈夫なんであのー、そのつもりで、えー、来ていただければなと思います逆に土日難しい人とかもいるんじゃないか分かんないけどねええー、っちで、えー、やります8月25日金曜日ええー、いきますあのー、たん僕のもう体のルーティーンなんですけど最近の単独から遠ければ遠いほど体が軽い 近ければ近いほど体が重い、ね。だから今軽いです。まあ単純暑さにやられそうでもう、そこはもうピリついてますけども、だいぶ。暑すぎだろっ、つって。<laughs> ただまあ、そのお笑い的なあれは軽いんですけどね。うん。って言ったあところで、えーえー、やっていきたいと思います。7月ね、数非常に多かったですね。えー、っと、お笑いの、えー、人前に何て言うんですか。そうこういう収録系。 バーサカトークとかね、えー、出てるラジオ番組とかそういう収録を抜いて生の、えー、舞台がですね、えー、15本。 やりました、まああと1個残ってるんですけど15個ありますということで、えー、ちょっとかなり盛りだくさんだったなっていう感じですねこんなに詰まってたことないんじゃないですかねしかもいろんなとこに顔出しましたね、えーまあ普段の事務所ライブから石巻行きました白石行きました多賀城行きましたみたいなであさって最後残ってるの東大公園でイベントありますみたいなね ホヤフ,フェスティバルですよね。ホヤフェスティバルですね、はい、7月1日ホヤ放祭で始まりホヤフェスティバルで終わるというねえ非常にホヤに感謝というホ <laughs> ヤに感謝する人生になるとは思わなかった僕北海道の大地で生まれ育って18年、えー、青森の大学に移りましてそうやって生活ホヤに感謝マジ感謝みたいな。 えー、時が来るとはちょっと思,思いもよらなかったんですけども、うん、でも今は非常に感謝しておりますいっぱい、えー、お仕事いろんなところ、えー、行かせていただいておりますただちょっとね、えー、8月9月、えー、ちょっとね、えー、そんなに入ってないので、えー、もうちょっとこう入んねえかなと思って<笑><笑>いやでも8月も結構楽しみな 予定も入ってますんでね、えー、そちらの方も、えー、随時発表しますんでチェックしていただければと思いますということで、えー、そんなところで、えー、ございますでしょうかね、はい、7月の、えー、放送も聞いていただいてありがとうございました、えー、本当に暑さに皆さん気をつけてやってい,けいただければと思います次回8月の、えー、4日の放送これまた相変わらずですけどいきなりライブの途中でね やりますということで、えー、お聴いいきいただければと思いますということで今日は今日最後まで、えー、聞いていただいてありがとうございました。それではさようなら。